はい、こんにちは。まやちゃんねる、まやはるです。はい、今日はこちらですね。うん。デュエルマスターズ新一弾。ジョーカーズ参上です。はい、ということで、デュエマの新シリーズの第一弾、ボックス買いしましたね。はい。これを今日は早速全部開けていきましょう。はい。はい、なんかね、どうやら、ジョリーザ・ジョニー、うん、と、なんだっけ、レア版じゃなくて、なんだっけ。シークレット？そうそう、シークレット、うん。が、両方このボックスに入ってるって噂があるので、ちょっと楽しみですね。はい。はい、おお、こんな感じで入ってますね、うん、すごい3列に入ってんだ今回。そうだね。はい、こんな感じですね、うん、これがパックでございます。今回はこちらでコモン、37、アンコモン28、レア18、ベリーレア10、スーパーレア10、マスターカード1ということですね。はい、このラインナップで全104種類みたいです。おー、マスターカードだからジョリーダージョニーってことだよね、これね、うんうん、なんでスーパーレア10種類しかないんだな。はい、うん、それで30パックありますんで、うん、15パックずつ開封してって、また開封対決しようか。うん、そうだね、うん、で、勝った人ははい、コロロのショコラストロベリーっていうちょっと贅沢なやつを食べられる。はい、で、負けた人はこれ、サルミヤッキー、まずい飴と言われるサルミヤッキー、これを舐めましょう。はい、はい、じゃあ分けていこうか。はい、では私の1パック目からいきます。1パック目、狂気56号ゴロンっていうのと、これコモンだね、うん、一番隊チュチュリス、うん、コモン、トテントン、コモン、おお、ホイル、ベリーレアだね。あ、これってスペシャルズ、ブロックキング、これこれね、人が作った作品だよ、うん、あ、本当にスペシャルズって書いてあるのは人が作った作品なんだよ。あー、なるほどね。この何、応募して採用されたやつだ。そう、あー、なるほどね。クマクマ割り、エイシン君の1パック目、アッポーチュリス、アッポーチュリス、怪獣ホーラン、フェアリーライフ。おー、ジョリーダジョニー来た、いきなり来た。しかもこれシークレットの方かな。いや、これは普通、これ普通なの。うん、発光しだけど、でもやった、いきなり来た。いきなりマスター来ましたね、うん、素晴らしい、かっこいい、すごい、これ豪華。天空城の防壁。じゃあパパの2パック目、1番隊ザエッサ、チャネルトーテム、お、1番隊クリスタ、これパパすごく活用してるやつ。ああ、怪獣ジミーシー、神出鬼没ピットデル。では僕の2パック目、聖主銀モルゲン、岩石中クラッシュワーム。怖っ、あれ、これ特にテキストがない。本当だ。抽選者ディーリ、かわいいね、うん、すごい。異端流し鬼カマス、うん、バイナルドア、おお、ジョーカーズ来た、イエーイ。はい、私の3パック目、一番隊ルグンドド、喜劇人形タッキュグラスウッド、これもテキストないね、うん、ボワー機関ゴリンゴリ、うん、奇跡タトイズ、ネオクリーチャーだって、うん、ネオ進化できるやつだね。じゃあ僕の3パック目、王立アカデミーホウエイル、カードを3枚引くって自分だ、うん、狂気27号ジャリ、イニシエの騎士ガザーン、欧風妖精ステップル、ノバルティアメイズ、お、スーパーシールドトリガーだ、これパパいただき、あはい、ではパパの4パック目、ブドカカ、一番隊バギン16号、かっこいい、うん、お、石膏銀アサラーム、スーパーレアだ。おお、ようやくパパにもスーパーレア、はい、かっこいいねこれ、うん、ダブルブレーカーでコストなの6000です、パワー、はい、いただき、メタリカだ、しかも、おお、やったぜ、うわ、怪獣フジッツ、あ、ネオクリーチャーだ、あ、これもネオクリーチャーだね、うん、ネオ進化できますね、はい、バッチヒット。では僕の4パック目、カームクローラー、奇跡ライムスティー、お、メタリカ、竜走者グルド54号、はい、
クリスタルケイブ、おドドンガゴキャノン、おスーパーシルドドリガー、これもスーパーシルドドリガーだね。はい、いただきます。はい、それでは私の5パック目、ストライクフィッシュ、テキストなし、 DD のドライバー、コモなし、シャインアロー、スプラススイカ、超魔導書グリモア第1章をスーパーシルドトリガー。僕の5パック目、はい、アクアヒルズ、はい、あ、リキッドピープルだ、うん、農場イラベン、ネオ、ネオクリーチャーだね、うん、爆裂マウナロア、土の怒りガンサー、おー、ガンサー来た、パパは1枚欲しかった、ルドルフカルナック。で、私の6パック目、ザ・ラーメン、これテキストなしのジョーカーズ、ジョーカーズだね、コスト2の1000だね、うん、と怒号するグリンドホーン、ゴロザウルス、麻薬医ヘモグロ、バビロンゲルグ。僕の6パック目、シャインアロー、うん、激報酬ブルカノドン、超特急、おー、超特急、怪獣ジミーシ、洗脳、おお、ジョーカーズ。はい、では私の7パック目、爆裂マウナロア、カームクロウラー、岩石柱クラッシュワン、流走者ボルシエ、あ、ネオクリーチャーね、これ、ラウドノイズノイジー。では僕の7パック目、やったれマン、やったれマン、出たと、ブトカカ、奇跡アムメン、自然星人、おお、ベリーデアだね、これね、うん、久々ホイールです、はい、あ、スペシャルズ、あ、本当だ、愛されし者イルカイルで、私の8パック目、リボルバーキャノン、アクアヒルズ、クマクマ割り、バッテンオレンジ出た、パパが嫌いなやつ、うん、でもエンジン君もすでにデッキにバッテンオレンジ4つ入ってるから、ああ、もう入れられませんよ。ジャストラビリンス、お、8パック目、ディーディのドライバー、ノージョイラベン、ネオシンカだ、そうだね、ネオクリーチャーですね、はい、怪獣ホーラン、ドクチギン、サモハン、ベリリアだ、うん、あ、メタリカ、このホイールだね、あ、メタリカ、ありがとうエンジン君、クリスタルケイブ、うん、9パック目、一番隊チュチュリス、グラスウッド、トテントン、主攻の守護者ラウラテラ、国運マニューバー。では僕の9パック目、一番隊バーギン16号、お、かっこいいですね、ストライクフィッシュ、欧風妖精ステップル、ナグナグチェリス、流走者スプレート。で、私の10パック目、モモンクック、ネオクリーチャー、ネオ進化です、と怪獣ヒラーガ、アシュラムカデ、オスーパーレア、しかもこれレアバージョン、銀、え、スペシャルだね、そう、これレアバージョンだよ、そうなの、うん、銀と、あ、マファリヒタンク、狂気71号、ドーン。では僕の10パック目、奇跡ライムシティ、はい、ダークサン、球場の首都ノスタール、フライパンマウンテン、流走者ババルガ。ではパパの11パック目、狂気27号、ジャリ、一番隊ザエッサ、アッポーチョリス、イタン流しオニカマス、狂気34号、バッシュ。では僕の11パック目、狂気56号、ゴロン、九州の首都ノスタール、チャンネル等で、おお、わし、レアバージョンだ、ジョニーだ、ジョニー、金金、あ、色違い、違うんだ、こっちがシークレットだった、そう、そうですか、わおわおわお、両方ともワイシングが出たか、はい、
イエーイ。抽選者 D リ。はい、では私の12パック目。ダークサン。爆裂マウナロア。怪獣ヒラーガ。星の導き焦点。オーベリーレアですね。ネオクリチャーネオ進化です。はい、メタリカだ。やった。ボントボ。はい、では僕の12パック目。ブトカカ。怪獣ホーラン。崇高なる知略オクトーパ。ベリリアですね、うん、ネオクリーチャーでシールドトリオン。そうだね。奇跡タトイズ。ネオクリーチャーネオ進化。バファリーヒータンク。私の13パック目、ね、ジョーカーズザラーメン。リボルバーキャノン。あー、やったりまー。狂気33号。ブスート。デスマッチビートル。では僕の13パック目。劇報酬ブルカノドン。聖主銀モルゲン。イニシエの騎士ガザーン。ジョーカー。あ、出た。ダチッコチュリス。はい、では私の14パック目。ゴロザウルス。一番隊クリスタ。モモンクック。バッチヒット。タイムストップン。やった、スーパーシールドトリガーだ。おー、僕の14パック目。怒号するグリンドホーン。奇跡ライムスティーン。フェアリーライフ。竜走者グルド54号。竜走者バーナイン。では私は最後の15パック目。ディーディーのドライバー。一番隊ルグンドド。ホースターズ5。お、スペシャルズだ。あ、ベリーレアですね、これも、うん、ホイールでした、うん、スペシャルズ。フライパンマウンテン。愛されし者イルカイル。では僕も最後の15パック目、ね、喜劇人形タッキュ。王立アカデミーホウエイル。ドープダブルボーダー。あ、これスーパーレアだ、うん、スピードアタッカー。コスト4でパワー4000だね、うん、あ、なんか強そうだよこれ、うん、スプラッスイカ。怪獣不実。以上でしたね。はい、はい、ということでスーパーレア以上、私は2枚でした。エシン君は3枚。3枚、うん、まあ、ポイントから言うとですね、うん、私がスーパーレアが2枚で、エシン君がマスターが2枚のスーパーレア1枚で、エシン君の圧勝でございました。はい、はい、じゃあカードを細かく見ていきましょうか。はい、はい、では私が出たカードから見ていきましょう、はい、石膏銀アサラームですね。これメタリカで、うん、コスト7のパワー6000です。ダブルブレイカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分のシールドを数える。それと同じ枚数のカードを自分の山札の上から表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置くだって。おお。すごくないこれ。自分の光ではないカードのシールドトリガーは使えない。まあそれはいいとしても、え、これすごくない？これ出したときにシールドが5枚あったら、10枚になる。そう。うわあ、なんだこのカードは。素晴らしいカードゲット。そして。アシュラムカでクリーチャーですね、はい、コスト7のパワー8000。ブロッカーです。でダブルブレイカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選ぶ。そのターン、そのクリーチャーのパワーをマイナス9000するだって。あ、やばい。このクリーチャーが破壊された時、自分の墓地からバトルゾーンにタップして戻しても良いだって。死神タイプだねこれ。続いてエシン君が出たカードですね。はい、ドープダブルボーダー。スピードアタッカーでコスト4パワー4000。そうだね、うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、アンタップし、そのターンこのクリーチャーのパワーを2倍する。お、その後相手のシールドを1つブレイクしても良い。このクリーチャーが破壊される時、代わりに自分の他のクリーチャーを1体破壊しても良いだって。お、うん、良さそうだね。ビートジョッキー。はい、続いてマスターカードのジョリーザ・ジョニーだね。はい、ジョーカーズでございます。はい、コスト7のスピードアタッカーでパワー10000。マスターダブルブレイカー。このクリーチャーはシールドを2つブレイクする。このクリーチャーがバトルゾーンに出たターン、各ブレイクの前に相手のクリーチャーを1体破壊する。お、すごいよねこれね、うん、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョー数が5枚以上あれば、このクリーチャーはブロックされずに、アタックの後相手のシールドもクリーチャーもなければ自分はゲームに勝つというですね、うん、もう切り札中の切り札だねこれね、うん、もうキランキランしてますしね。はい、はい、でもう一枚がその、シークレットの
黄金バージョンでしたね。はい、うん、これも基本的に効果は一緒です。はい、すごいキランキランですね。うん、はい、そんなわけで、開封対決していきましたけれども、私の方が完全に負けてしまいましたので、はい、サルミヤッキー舐めようかな。やったー、コルルだー。はい、いやー、これね、いろんな方が舐めてるけど本当に美味しくないのかね。あ、こんなひし形の飴なんだ。こんな感じ、ひし形。お、あ、包んである。1つずつ包んである。じゃあ一斉に食べようよ。はい、どうなってんの。グミなんだよね、それコロロってね。あー、でもチョコレートコーティング完全に。じゃあいただきましょうか。いただきます。うま、すげえ。でもこれあれだよ、もうこの前のシュネッケンってあのまずいグミと同じ。同じだよ。美味しくない。よくこれを製品化しようと思ったら、うわ、なんかこう、なんか出てくるんだけど美味しくない。美味しかった。はい、ということで今回はデュエルマスターズの新一弾、ジョーカーズ参上でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しいですね。はい、お友達にも伝えてあげてください。はい、まずいです、この画面本当に。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。